地球の至る所で豊かで多様な文明を築いてきた私たち人。でもチンパンジーと同じ動物の仲間でもあります。人はなぜこのような進化を遂げたのでしょうか。この疑問に挑んだのがジャレド・ダイヤモンド博士。ジャンルを飛び越え斬新な発想で人の歩みを探求してきました。私たちは今さまざまな問題を抱えています。博士は未来を担う若者と一緒に解決のヒントを探りたいと考えました。進化の謎を紐解きながら人間の本質を見つめる特別授業。博士と生徒の知の冒険が今始まります。第1回のテーマは人はどこまで動物なのか。快適な家でおいしいものを食べ楽しい時を過ごす私たち人。森で天敵を警戒し餌を得るチンパンジーとはまるで違う暮らしです。でもご存知ですか、人とチンパンジーの生物学的な違いはほとんどないんです。遺伝子の違いはわずか 1.6%。 これは一体何を意味するのでしょう。ユニークな発想で生物の進化を見つめるジャレド・ダイヤモンド博士が解き明かしていきます。おはよう皆さん。おはようございます。皆さんとお会いできてとても嬉しい。しかも私たちの仲間チンパンジーも一緒です。このシリーズでお話したいのは世界にとって今とても大事なテーマです。私たちに一番近い動物のこと、言語やアート、人がどのように進化してきたのか、農業、地球外生命体のようなミステリー、そして未来のことです。今から70〜80年後、皆さんはどのような世界に暮らしているのでしょう。未来がバラ色だといいのですが、解決すべき問題もあります。今日はその第1回、私たちと動物の関係について一緒に考えていきたいと思っています。ジャレド・ダイヤモンド博士80歳。長年生理学から進化生物学、文化人類学まで幅広い分野を研究してきました。独自の視点で文明発展の謎を解き明かした銃病原菌鉄はピューリッツァー賞を受賞、世界的なベストセラーとなっています。今回博士の授業に参加したのはロサンゼルス近郊に住む高校生と大学生たちです。博士は自分の知識と経験を若者に伝え、現代社会が抱える問題を一緒に考えようと自身の著書第3のチンパンジーをベースに特別授業を行います。博士はまず私たち人がどこまで動物と同じでどこから違うのか、その境界線を見ていきます。なんで今さら人間と動物の関係なんて考えなくちゃいけないの。人が動物と違うのは当たり前、議論の余地なしという人もいるでしょう。確かに人は動物と明らかに違うように見えます。会話をするし、大きな脳を持ち、頭もいい。ほとんどの人はね、アートも作るし、宗教もある。モーゼの十戒のような倫理や掟も作ります。その一方で私たちが動物であることも明らかです。外見を見てください。頭があって、目があって、耳もあります。足があって、動物と同じように毛が生えています。
そして手術か何かで体の中を見てみたら、私たちにも心臓があって、そして腎臓があって、もし怪我をしたら赤い血が流れます。動物と同じなんです。ご存知のように、動物同士は生物の誕生以来、進化によって互いに異なる動物に変わっていきました。時間をかけて別々に進化したのです。そして私たち人も長い時を経て、他の動物とは異なる存在に進化しました。私たち人が動物に別れを告げたのは、地球の歴史からすればつい最近です。地球はというと45億年もの歴史を持っています。人と動物が枝分かれしたのは、それよりずっと後の今から数百万年前のこと。ずいぶん昔のことのように聞こえますが、地球45億年の歴史や、地球上に動物が登場してからの5億5000万年という年月に比べれば、ごく最近のことなんです。ではここで生物の進化35億年の歴史を1分でおさらいしましょう。生物は周囲の環境に適応した種が生き残り、少しずつ姿を変えました。海から陸へ、そして空へと活動の場を広げ、2億2500万年前に哺乳類が出現します。そこから霊長類、さらにその中から類人猿が現れます。人は類人猿の中で枝分かれして500万年前に登場したと言われています。博士は動物から人への進化が体の形と機能にどう現れているのか、生徒たちと確認していきます。動物学者たちは18世紀には人が鳥とは違うということを知っていました。では鳥と私たち哺乳類との違いは何でしょう？羽。その通り、くちばし。じゃあ鳥はどのように子供を産む？卵です。卵。その通り。人が卵を産んだなんて聞いたことないですよね。18世紀の動物学者は人は鳥とは違うと分かっていました。空を飛ばないし、羽もくちばしも卵もないからね。次は霊長類です。哺乳類の一種で、猿や類人猿も含まれています。じゃあ問題です。霊長類と他の哺乳類との違いは何でしょう？母子対抗性です。その通り。霊長類は親指が他の指と向き合っていて、物をつかむことができます。チンパンジーや猿も同様です。でも猫やネズミは違うんです。そして霊長類は目が顔の正面にあります。したがって霊長類は両眼視ですが、犬や猫などの哺乳動物は頭の横にあるので、立体的に見ることができないんです。そして人やゴリラなどの類人猿、18世紀には私たちが類人猿であることが分かっていました。どこが違うんでしょう？尻尾ですね。類人猿には尻尾がない。正解です。猿には尻尾がありますよね。こちらは類人猿の進化の図です。人の仲間類人猿はゴリラ、チンパンジー、別名でピグミーチンパンジーとも呼ばれるボノボ、オランウータン、そしてテナガザルです。18世紀には私たち人がその中でもチンパンジーやボノボと近い仲間だということが分かっていました。しかしチンパンジーと人は生物としてどのくらい違っているのでしょうか？そして人はいつチンパンジーから枝分かれしたのでしょうか？今から3000万年前に猿から類人猿が分かれたことは化石の分析で分かりました。ただチンパンジーから人が枝分かれする過程を示す化石は見つかっていません。いつ頃それが起きたのか分からなかったんです。
まず人とチンパンジーがどの程度違うのか具体的な数字で示す方法がその後発見されました。決め手になったのは遺伝子情報を持つ DNA デオキシリボ核酸でした。1984年、人と類人猿の違いがついに遺伝子によって解析されたのです。それは最近の科学的研究の中で最も衝撃的なものでした。私たち人とチンパンジーの遺伝子は 98.4% 同じだということが発見されたんです。信じられない数字です。これまで 70% とか最大でも 90% だろうと言われていました。それが 98.4% だったんです。私たちとチンパンジーの遺伝子の違いは 1.6% しかないんです。つまりたった 1.6% の遺伝子の違いが私たち人と動物園の檻で暮らすチンパンジーの違いを生んでいることになります。 1.6% でいうのはかなり小さい数字です。ライアン君、写真をお願いします。この 1.6% という数字の意味を実感してもらえると思います。これはアメリカの鳥。左は赤目モズモドキ、右は白目モズモドキ。どちらも同じモズモドキ科で見かけもそっくりです。赤目モズモドキと白目モズモドキ、この2羽の遺伝子の違いは実は 2.9%、 つまりチンパンジーと私たち人よりもこちらの鳥の方が生物として違いが大きいということなんです。仮に遠い宇宙のアンドロメダ星雲かどこかから何の予備知識もない宇宙人の科学者が地球にやってきたらこう分析するでしょう。地球には3種類のチンパンジーがいる。1つ目は普通のチンパンジー、そして2つ目はボノボ、つまりピグミーチンパンジー。そして私たちを指してこう言うでしょう。人間こそが第3のチンパンジーだとね。チンパンジーとボノボ、そして人。遺伝子を見るととても近いことがわかります。人はいわば第三のチンパンジーだと博士は言うのです。それでは私たちは一体いつ頃チンパンジーに別れを告げて独自の道を歩み始めたのでしょう。それは今からおよそ500万年前頃ではないかと考えられています。チンパンジーとボノボが枝分かれしたのはさらに下っておよそ150万年前。結局私たち人はこの500万年の間に服を着たり言葉を操るように進化したのです。ずいぶん昔のように聞こえますが、地球の45億年に比べたら一瞬です。チンパンジーは人と極めて近い。ダイヤモンド博士はやがてチンパンジーとの接し方も変わってくるだろうと考えています。チンパンジーが私たち人とここまで近い仲間だということが分かると、次は倫理の問題が出てきます。猿やチンパンジーを使って医療実験をしていいのか、檻に閉じ込めておいていいのかという問題、昔からたびたび指摘されてきたことです。人間には許されない行為です。でもチンパンジーも 98.4% は人間と同じ仲間である。チンパンジーに医療実験をして本当にいいのでしょうか。最近ある訴訟が注目を集めました。チンパンジーも人と同じ権利を持つべきという訴えです。博士が注目したのは動物の権利保護を求める団体が起こした訴訟です。チンパンジーにも人と同等の権利を認め、狭い檻から解放すべきだと訴えたのです。ニューヨーク州の最高裁判所は訴えを退けましたが、裁判になったこと自体が大きな話題となりました。
これに先立ってアメリカ政府の研究所でチンパンジーを使った医療実験を全面的に禁止する動きも起きています。チンパンジーにも権利を与えるべきだ。訴えを起こした団体は裁判所の判断を不服とし、再審を求めています。この論争は続いています。いずれはチンパンジーにも法的権利はあるという裁判官が現れるでしょう。質問です。人間には同性愛者がいますけど、これは人になってから始まったものなのか、もっと昔からあったのでしょうか。同性愛は人が動物から進化するときにすでに存在していました。ただ同性愛は化石に証拠が残らないので、私たちに近い類人猿の今の様子を観察することで人の進化の過程を推測できます。ボノボにはかなり多くの同性愛が見られます。老いも若きもオスもメスも同性同士でセックスをします。人類の歴史で同性愛は5000年前から記録されています。またライオンや他の動物でも記録されています。同性愛は人になるはるか前から存在していたと私は考えています。ダイヤモンド博士は休み時間も生徒たちと語り合います。持ち前の好奇心で若い人たちの本音を引き出します。つい最近妻と息子たちに言われました。お父さん、いい加減スマホを使うようにしたらってね。それでスマートフォンを買ったんです。私はメールをチェックするために使っていますが、人と電話で話すために使うより一人でずっと画面を見てる人が多いですね。多分スマートフォンやショートメールのせいでコミュニケーションの形が変わっちゃったんだと思います。友達と一緒にいてもみんな下向いてメールばかり、面と向かって話せないんです。人とちゃんと心でつながっている感じをもっと大切にしてほしいと思います。リズ・スチュアートさんはロサンゼルス市内の高校に通っています。テレビ業界で働くお父さんの影響もあってコメディーが大好きなリズさん、将来はテレビのコメディーシリーズをプロデュースするのが夢です。自分たちの未来は明るいと思う？そうですね、私は楽観的でいることが大事だと思うんです。そうじゃないと世の中を良くするためにどうしたらいいか考えることもしなくなるからです。もちろんそんなに簡単なことじゃない。でもみんなで気持ちを一つにして、意見が違ってもちゃんとそれを出し合って、考え方が違う世界の国からも代表者が集って対話をして、国連なんかを使って協力し合えば、きっと明るい未来が来る。成功の可能性を否定しちゃダメだと思うんです。もし世界が悪い方向に行くと心配しすぎて、もう望みはないなどと言ったら、誰もがやる気を失ってしまう。その通りですよね。楽観的でいることは大切だよね。動物園のチンパンジーと文明を築いた人、全く違う暮らしをしています。でも人とチンパンジーの違いはわずか 1.6%。 なぜそんなことが起きたのでしょう。後半は人がチンパンジーからどう進化したのか見ていきます。さあ、私たち人がチンパンジーから枝分かれして500万年しか経っていないという事実をもう一度考えてみよう。私たち人はいつどのようにしてチンパンジーと大きく異なる存在に進化したのでしょう。化石の調査によって人が道具を使ったこと、大きな脳を持ち、いつ二足歩行を始めたのかが分かっています。ポイントは骨盤の形の違いです。四足歩行のチンパンジーとは異なり、私たちの祖先は二足歩行できる骨盤になっていました。500万年前にチンパンジーから枝分かれした人が、
300万年から200万年前には二足歩行を始めたことが分かったんです。チンパンジーから枝分かれして直立二足歩行を始めた人。実はその後も枝分かれが続きます。これまで20種類もの人の骨の化石が見つかっています。その中で代表的なものはこの3つ、アウストラロピテクスとネアンデルタール人、そして私たちの直接の祖先ホモサピエンスです。ライアン、人の祖先たちの頭蓋骨の写真があったと思うんだけど、それをお願いします。これは人の祖先の頭蓋骨です。左がエンジンと呼ばれるアウストラロピテクス。頭蓋骨は小さいですし、目の上の骨が突出しています。アウストラロピテクスの脳は私たちの脳のおよそ3分の1の大きさでした。隣はネアンデルタール人。3万2000年前まで私たちの祖先ホモサピエンスと共存していました。ネアンデルタール人の頭蓋骨は私たちと同じぐらいの大きさです。ホモサピエンスの頭蓋骨はよく見るとネアンデルタール人のものより少し小さめですが、前頭部や顎が発達しています。博士は20万年前アフリカに登場した私たちの祖先ホモサピエンスの歴史を見ていきます。ホモサピエンスは大きな脳を持っていたものの、7万年前まではアートや音楽など人間ならではの面白いものはまだ生み出していませんでした。ところが7万年前を過ぎるとアートや音楽などの兆候が現れます。ホモサピエンスに何か大きな変化があったのです。私たちはこれをホモサピエンスの大躍進と呼んでいます。博士の言う大躍進とは、およそ7万年前にアフリカで暮らすホモサピエンスに様々な技術や文化が芽生えたことを指しています。例えば南アフリカの洞窟で発見されたおよそ7万5000年前の貝殻。この穴は首飾りにするためのものだと考えられています。同じアフリカのタンザニアではダチョウの卵の首飾りも発見されています。芸術だけではなく宗教や航海技術なども進歩、人口が急増したのではないかと考えられているんです。ホモサピエンスにアートや宗教、死者の埋葬、そして音楽などをもたらした大躍進。脳の大きさがそれを実現したわけではありません。アフリカで進化し大躍進を経たホモサピエンスはおよそ5万年前にアフリカを出て中近東地域に拡散。そこで出会ったのがネアンデルタール人です。大躍進を経たホモサピエンスが出会ったネアンデルタール人。およそ40万年前にヨーロッパから中近東にかけて住んでいました。彼らはホモサピエンスよりも少し大きな脳を持っていたことが分かっています。それではなぜホモサピエンスと出会ったネアンデルタール人がその後3万2000年前に絶滅し、私たちホモサピエンスは現在まで生き残ったのでしょうか。私たちホモサピエンスはどこがネアンデルタール人より優れていたんでしょう。わかりますか。ホモサピエンスはより発達した言語を持っていたんじゃないでしょうか。私もそう思います。ホモサピエンスはネアンデルタール人より発達した言語を持っていた。それによって大躍進を遂げることができたと私は考えています。言語は力です。そのおかげで私たちは複雑な計画を実行することができます。チンパンジーは獲物を取りに行っても細かい計画は立てられません。でも人には言語があるので
いいか、あの4本目の木を右に曲がって、メスじゃなくオスのカモシカを赤い岩の方に追い込んでくれ。俺が岩陰で待ち伏せして仕留めるから、と伝えることができます。つまり言語があれば計画が立てられるし、狩りもうまくいく。芸術や宗教を語り合えるし、ネアンデルタール人をどう倒すか計画できます。言語を話すには、さまざまな子音と母音を発生するための複雑な構造の喉を必要とします。人の咽頭はスイス製の腕時計のように繊細な構造です。オウムは複雑な声を出せる咽頭を持っていますが、親指が他の指と反対側にはない。だから世界征服はできないのです。ダイヤモンド博士はより複雑な言語を発達させ、大躍進を遂げたホモサピエンスがネアンデルタール人よりも優位に立つことができたといいます。しかし、この2つの種の間で意外な交流があったことが最新の研究で分かってきました。ホモサピエンスが魅力的なネアンデルタール人と出会った時、何が起きたのか。60年前には分かっていなかったネアンデルタール人とホモサピエンスの意外な交流が DNA 研究の結果分かってきたんです。アフリカ以外の地域に住むほとんどの人間にネアンデルタール人の DNA が 3% ほど含まれていることが分かったんです。ということは、アフリカから飛び出した最初のホモサピエンスがネアンデルタール人と遭遇した時、互いに惹かれ合い交配を続け、その結果 3% の DNA を共有するようになったのです。その遺伝子が世界中に広がって現在に至っているというわけです。ということで、私の推測では、ホモサピエンスが大躍進を遂げて優位に立つことができたのは言語の発達のおかげということができます。言語については次回さらに詳しくお話ししましょう。化石には残っていないので、あくまで私の憶測です。でも今後の研究で必ず答えが見つかると思っています。ダイヤモンド博士は、私たち人の祖先は言語と大躍進によって他の種から抜きんでて、今日のような文明を築き上げてきたといいます。しかし、人とチンパンジーの遺伝子の違いはわずか 1.6%。 人は動物ととても近い存在、それが人間の本質に大きく影響していると考えているのです。質問はありますか？はい。これから数百万年先に人がさらに進化して枝分かれすることがあるでしょうか？そうですね、可能性はあると思います。私たちは今も進化を続けています。1万年前に比べて歯の数が減っていますし、私が死ぬまでの間でも分子レベルの変化は起きています。問題は、今から100万年後に人類が存在しているのか。私たちは今多くの問題を抱えていて、50年後に人類が存続しているか定かではありません。これはシリーズ後半の大事なテーマです。もしこの50年を乗り切ることができれば、私たちは100万年を生き延びて進化できると思いますよ。ありがとう。